エクスの獣作品紹介チャンネルへようこそ。ケモナーの皆様、馬獣人系ケモナー YouTuber、 略して馬ケモチューバーのエクスです。突然ですが皆さんは、獣人といえばどんな姿を想像しますか？多くの方が想像するのは、こんなのとかこんなの、もしくはこんな感じの。どうして主人公は狼とか犬かばっかりなんでしょうかね。もっと他の獣人も注目されて叱るべきです。ということで、今回は様々な作品から私が惚れた馬獣人4頭を紹介していきます。最初の馬獣人はこの方。ドラゴン家を買うより、ひょんなことから人間に囚われた赤竜レディが闘技場地下の牢で出会ったオロバス・スティーブ。まだ1期しか放送されていないアニメでは登場したのはたったの1話ですが、きっとケモナーの皆さんの脳裏にこのイケウマが焼き付いていることでしょう。このふさふさのたてがみ、尻尾、よく磨かれたひづめ、華麗な後ろ蹴り、皆をまとめるリーダーシップ、そしてこのどエロい体つき。馬の魅力が詰まりに詰まって今にも爆発しそうなスティーブさんですが、漫画でも登場頻度こそ少ないですが、闘技場から逃げ出したその後、念願のサーカス団の経営で活躍するストーリーがちょくちょく描かれています。私の目の保養としても大活躍です。この作品がもっと有名になった暁には、スティーブさんのグッズ化をぜひお願いします。続いてはこの方。ドラゴンクエストより貴重な馬系モンスターの一角、ジャミ様です。初登場はドラゴンクエスト5で、シリーズ屈指の胸クソシーンの元凶であるこのクズ、ゲマの配下を相棒のゴンズと共に担うモンスターです。ジャミ自体はゴリゴリの悪役で、序盤では幼少期の主人公を人質に取られ、無抵抗な状態の父パパスを相棒のゴンズと共にフルボン。中盤では主人公の妻を誘拐と、敵幹部としてはなかなかの活躍っぷりです。一部ではこの誘拐から主人公が救出に来るまでの間、ジャミがモンスターの子を主人公の妻にはらませるという二次創作が流行っており、ドラクエをプレイしたことがなくてもこのプレイを知っているという方は多いのではないでしょうか。物語の展開としては、父の仇、そして妻の誘拐犯と多くのプレイヤーから憎まれていますが、私はジャミのとあるセリフがずっと心に残っています。誘拐された妻を取り戻すため単身デモンズタワーに乗り込んだ主人公。この時すでに主人公は一国の王であり、最上階で待ち受けていたジャミが主人公にこう言いました。国王たるもの、身内のことよりまず国のことを考えねばならぬはず。なのにお前はここに来てしまった。それだけで十分に死に値するぞ。ぬすっとたけだけしいと言ってしまえばそれまでですが、一国を担う者としてまず国を、国民を第一に考える、これ自体は全くの正論で、意外とジャミはカリスマ性があるんじゃないかと伺わせるセリフでした。戦闘でも筋骨隆々の見た目とは裏腹に呪文を多用するインテリな一面も見せつけ、いわゆるこれがギャップ萌えってやつですね。ちなみに後々のシリーズでもほとんど登場しないレアなモンスターですが、同系統の色違いにケンタラウス、ラムポーンがいます。ラムポーンも可愛いです。続いては動物の森シリーズからのあの有名なイケウマ、シュバルツさんです。動物の森 E プラスで初登場し、以降のシリーズ全てに住人として村や島にやってきます。ドイツ語で黒を意味するシュバルツの名の通り、真っ黒い毛色の馬で、見た目から想像できる通り俺を一人称とする怖い系に分類されますが、口癖のプルルに何とも愛嬌がありますね。かなりしっかりした大人の性格で、実は将来の夢は弁護士だそうです。
訴訟相手の弁護人がこんな感じだったら怖くて誰も異議申し立てができませんね。コミカドを呼んでこい。ちなみに6人兄弟の三男らしいのですが、作品中でこの設定が生かされることはほぼないので、今後のシリーズでぜひご兄弟にも登場していただきたいものです。最後はこちら、馬獣人を語る上でこのお方は外せません。ケモナーの 98% が知っているビースターズより高身長、高収入、高品質人参と馬獣人の 3K を持つこの池馬ヤフヤさんです。本編では学園での食殺事件が一段落した後のストーリー、単行本でいうと12巻以降の登場になります。アニメではおそらく3期での登場で、ここで詳しく語るとアニメを楽しみにしている方へのネタバレになってしまうので、あまり多くは語れませんが、簡単に言うと腕の立つ目隠しプレイ好きの池馬です。あとなんか全体的にエロいです。もうね、この濡れ髪ヤフヤさんが池馬すぎて、私もこういう水の滴るいい馬獣人になりたいものですね。さて、以上馬獣人を代表する4頭の池馬たちでした。実はこの他にもいろいろな作品に馬獣人が登場しますが、それはまた次の機会に。ということで今回もご視聴ありがとうございました。ちょっとでも楽しんでいただけたらチャンネル登録・高評価お願いします。コメント欄でのご意見ご感想も大歓迎です。動画の最新情報は Twitter でお届けしますので、こちらのフォローもお願いします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また別の作品でお会いしましょう。皆様、良きアニマライフを。